福岡の質屋春町、春町質店の吉住香奈です。今日は4月の24日火曜日です。今日も一日どうぞよろしくお願いいたします。天気予報通り、朝から雨音で目が覚めたみたいな感じでした。はい。で、うちはですね、壁がこうガサガサガサっとしてて、こう、ちょっとこう入れるのとこがあって、まあそういうとこ見つけると、まあツバメって巣作るんですけど、で、まあ、まあこんなに暑いというか、ね、真夏日というか、気候がちょっと早め早めに動いてるので、ツバメの里帰りも早かったです。で、だけどですね、もう、5年、6年ぐらい経ってる巣なもんですから、巣がこうだんだんこう老、もう老朽化するんでしょうね。3年ぐらい持たないんでしょうね。しか持たないんでしょうね。で、去年から、こう、バリってこう、剥がれ落ちまして、壁が。だから、手伝ってあげようかなと思ったけど、人がね、やっぱこう、地球アドマチック天国じゃないですけど、ね、野生のものに、やっぱ手を加えちゃいけないんだろうと思って我慢して、こう、見てたら一生懸命修復するんですよね。で、去年はそうやった形で、ヒナが帰る前に卵が一つ落ちてました。かわいそうに。いや、手貸せばよかったかなと思ったんですけど、まあ、なんせ卵がそこに入ってるかどうかっていうのは、ポケットに入ってるかどうかはちょっと、見えないんですよね。で、まあ、去年はちょっとそういう。で、去年のつがいと今年のつがいが同じかどうかはちょっとわからないんですよ。ちょっとどういう、ツバメってどういう生態になってるのかわからないんですけどね。その時帰ったヒナが、また、こう、自分の場所、生まれた場所を覚えてて、こう、鮭のように戻ってきてるのかどうかがちょっとわからないんですけど、研究してらっしゃる方いらっしゃいますよね。ご存知の方にはね、ちょっと当たり前のように知ってらっしゃることなんでしょうけど、まあとにかく今年もまた、巣がちょっと欠けまして、で、修復するのに、ここ2、3日頑張ってるんですけど、もう一つ別に作ろうとするんですよ。でね、ちょっとね、悪いけど、贅沢な悩みかもしれませんけど、巣は一つにしてほしいので、ちょっと申し訳ないけど、新しく作る方法はちょっとこう、私、ほうきでこうね、掃除するんですけどね。で、その掃除してるのがこう顔に当たるんですよ。なんか、あれですね。なんか、上に向かって吐いた唾が自分の顔にかかるみたいなね。なんかですけど、まあまあでもちょっとね、すいません、ツバメの巣はもうちょっと一つだけで取ってほしくて、まあ、なんですけど、ただ、どんどんニョキニョキと、今まで、田んぼだったところが、まあ、開発されて、どんどんこう、家が建ってる状態なんですね。この、福岡市の、こう、外れの郊外の隣町の勝山町は、今、人口がどんどん増えてるところなので、まあ、今まで田んぼだったところが、要するに住まいになってってるんですね。だから結局ツバメさんたちにとってはその泥がなくなっていくわけですよね。なので泥探しにもうかなり苦労しているようなので、まあ、ちょっとプランターにちょうどいい感じので、あとそう藁がな、あの藁っていうかその草、干し草みたいなのがないといけないんですね。草みたいなのがね。誰に教えられるわけもなくね、そうやって作るからですね。すごいなと思いますね。なんだっけ。なんかこの頃哲学のがあってますけど、人間だけが、いや、哲学とかを持たずに、そんなことを習わないでも、座学しないでも、生きる命をつなぐっていうことに、ちゃんとこう、なんていうかな、懸命というか、なんか人間の方が劣ってるかなって感じがしますね。あれを見るとですね。で、今私はちょっと、誕生日が来ると52なので、もう40肩とは言えなくて、今、50肩、真っ最中で、上がるんですよね。上がるのは上がるんですけど、まあ今みたいに、ちょっとこっち側をやられてまして、この左肩の方をやられてまして、一週間前にヒアルロン酸を売ってもらいましたけど、申し訳ないですけど、なんかな、全然、なんていうかな、
びくともしない。痛さに関してびくともしなくて。で、まあ、とにかくここと、痛い状態で、要は、これが辛いわけですよね。これが辛いんですよね。ってことは、なんかまあね、着物を着るのが辛くなられる方のちょっと気持ちはわかります。はい。ですけど、私は着物を着るのが好きなので、そういう辛い日で、名古屋帯、袋帯をしなくていい日は、半幅帯、前で、はま、前、あの、半幅帯は前で締めて回すからですね。この動きがちょっとないので、どうしても辛い日は半幅帯で、許してはいただいてます。お稽古すみません、半幅帯でということですね。そんな感じで、温めるといいので、やっぱちょっと温めないといけない、血流を良くしないといけないんでしょうね。なんていうかな。まあ、いろんな変化がありまして。だから、若い時よりも、ちゃんと自分のケアをしていかないと、なかなか、ちょっと、カッて寝たら、夜、疲れたら、若い時のように、カッて寝たら、次の時はスッキリみたいな、だんだんそういうことが少なくなりまして。で、4月末までに、ちょっと書かないといけない原稿があって、ただですね、こんなね、年寄りじみたこと書いても面白くないでしょうしね。趣味のことでもいいから書いてください。趣味仕事かな、まあ、とにかくちょっと今ね、ちょっとあと1週間で、1週間ないのかな？わちゃー。なんか全然。前どんな原稿を書いてらっしゃったのかを、読むと、なんかね、2番線に3番線になるので、なんかちょっと、人の書いた原稿を読まずに、我が道路線で行こうかなと思ってます。昨日、ファミリーヒストリアかな？坂本龍一さん、教授の、お父さん、お母さん、おじいちゃんの、なんていうかな、で、福岡とご縁があるって、ゆかりの刀っていうのは、ちらっと、知ってたんですけど、朝倉のね、要は、私たちがよく桜の頃大好きで行く、秋月城の、あるね、朝倉の、黒田藩の、足軽っていうのが、要するに、のルーツを持って、お持ちでっていうので、福岡にゆかりのある方でね。で、おじいちゃんは、なんていうか、苦学されて、ご努力されて、京都大学行かれるんですね。で、高校の時に池田勇人さんと、同級生でっていうような感じで、なんていうかな、努力すると、いい出会いがある。で、努力してる人を必ず、指導者は見放さないというか、なんかね、で、富国強兵の明治時代は、クラスの席順が成績順だったっていうんですよね。なんかそれもいいような気もしますね、なんかね。だから、そうね、ただね、その時代背景とか、今みたいな状態だと、優しい子を育ちますよね。確かにね。強い子が育ちにくい環境なのかなと思ったりしますね。自殺が多かったりね。あと、いじめが多かったりするの。で、やっぱなんかこう、なんかある意味成績順とかの方が、まあね、座学の成績順だけでもちょっといけないのかなとは思いますけど、とにかく何て言うかな、正しい競争は大事なんですけど、なんか、いじめのない、ね、っていうのが、本当にこう、先進っていうか、なんていうの、本当の心の充実っていうか、なんかね、そういう、こう、
こう未来があるとね、明るいなっては思いますね。今はね、なんかちょっとね、で、あと、なんか、高級官僚をね、こうなんか、吊るし上げるみたいな。毎日ニュースが面白くないというか、どうでもいいですよ、みたいな感じのね、なんかね、話が多いですけど。セクハラとかひどかったよねって、同じぐらいの年齢のね、男性がおっしゃってるのを、聞いてて、いや、なんて言うんやろう、嫌だなと思ってた私たちの方が何も言ってなかっただけで、ね、そうなんで、とっちんかんな人は周りにはいますけどね。そうね。女性がこう、仕事をしていく上で嫌な思いしたりとかなんかとかいうのは、あと相手は勘違いしますからね。昨日、池上彰さんが、男女の友情は成立しないっておっしゃってましたけど、よほど女性が律してないと、やっぱ男性は勘違いするからですね。年を取るとですね、これからはいいんですよ。もう男も女も、もう性差がほぼなくなりますから、いいんですけど、若い時はね、女性仕事しにくいですもんね。そんなつもりで、なんていうかな、有効にね、接してるわけじゃないんで、仕事をしやすいように、してるんだけど、勘違いされるの困るな。これでも男性にも言えることらしいんですけどね。有効にやろうと思ってたら勘違いされてね、ちょっと困ったとかいう話は、まあ、聞きますし、で、それが一歩間違ったら、ね、その人が感じ取ったらセクハラなわけですから。だけど、まあ、この今回のもう問題とかなんかになってるのは、本当にまあ、セクハラなのかな？わからないですけどね。まあ、あんな言動をいつも言ってら、き、あの、女性記者に言ってらっしゃったところで、ちょっとまあセクハラでしょうとは思いますけどね。まあ、そうですね。ちょっと、口に出して言ったことの、すいません、なんか、こうじゃないかって、はっきり言えるほどの、すいません、こっちの、論破できるほどの論拠を何も持たずに、ただ、ぐだぐだと今日話しておりますけど、で、ですね、例えば、タケノコに、こう、まぶすというか、あれする、木の芽、藍の木の芽のね、山椒の、あれとか、あと、ちょっと前ですけど、タラの芽とか、フキノトウとか、菜の花とか、あとは、つくしとか、ちょっと、春の野菜って、ちょっとえぐみがあるでしょ？で、これを、摂取することで、口に入れることで、冬から、春が来たっていうのをこう体がちゃんと覚えてくれて、夏バテしにくい、熱中症予防になったり、ちゃんとこう体がリセットされるのに、その春の、えぐみのあるお野菜は、体に入れた方がいいんですって。で、コンビニのね、もう要するにそういうものをそぎ落とした、ものばっかりこうちょっと食べてると、今年ちょっと、花粉症になりかけまして、はい。で、これまずいなと思いまして、その話をしてたら、うちはですね、なんていうかな、吹きの葉っぱの、こう、軽い佃煮。佃煮って言っていいのか、佃煮の定義って何ですかね、ちょっとわからないですけど、ちょっとそういう常備菜みたいな春は作ってたんですよね。いいなと思ったら、母が作ってくれてて。で、私もまあ、これ美味しいと思って作ってたんですけど、で、この頃吹きの葉っぱのいい感じのものがなかなかこう手に入らないので、もう広げたらもうね、ちょっと煮えててみたいな感じで、ちょっとなかなか。でももう捨てて、まあもう切ったら捨ててもらうみたいな状態だったので、ちょっとなかなか手に入らないなと。その話を、笹栗から、粕屋町のもう一つ隣に、こうダムまであるようなね、もう自然に恵まれた土地があるんですよ、笹栗というね。そこにちょっとしばらく住んでたこともありますけど、まあ、ちょっと仕事が忙しくなったので、仕事忙しくなったというよりも、仕事中心のもう仕事中心の生活をしているので、もうすぐ、店と
住まいを近くにしてるんですけど、その笹栗はですね、やっぱまだ自然に恵まれておりまして、土手とかにね、もうそういうこう吹きが生えてたりするんですよね、普通にね、っていうことらしいです。どこか場所聞いてないですけど。で、お客さんは積んできてくださってっていうので、もう本当にこんなかかるほどですよ、ふわっとね。それで、一回半分ちょっと作り、使いまして。で、ああ、もうこれだったら、ただね、そんなに人様に配り回るほどのものじゃないんですよね。そんなに言うほどのその、おごちそうじゃないので。だけど、ちょっと、その、熱中症予防になるとか、ね、花粉症になりにくいとか、ね、そういう、こう、ちゃんと季節のリセットをするという意味では、あれかなと思って、まあ、スタッフと、私とね、まあ、ちょっと、その時来られた方に、ちょっとお渡ししたんですけど、ちょっと待って、じゃあ、今日も一日よろしくお願いします。おはようございます。春橋のやすみです。はい。はい。